来月1日から、自転車に乗る際は年齢を問わずヘルメットの着用が努力義務となります。しかし、府内でのヘルメットの着用率はおよそ4%にとどまっていて、京都府警はヘルメット着用を積極的に進める企業などを自転車ヘルメット着用促進、